ごいふわふわなイメージがあります。自分で家でパンケーキ作ると全く全然違う。見た目のオノマトピアはプルプルです。プルプルしてます。皆さんこんにちは。 YouTube チャンネル Ask Japanese のカティキャットです。皆さんオノマトピアって何かしてますか？日本語で言うと擬音語です。キラキラーン、ドキドキ、ズーン、ま、音を表す表現ですね。なので今回のテーマは美味しいオノマトピアにしたいと思います。 Let's go。おはようございます。実はですね、もう朝一からすごい人が並んでますよ。すごい、やっぱりみんな気になってますね。ちょっと行ってみましょう。もうどれぐらい並んでるんですか？8時から並んでます。じゃあもう1時間以上ですね。ですね。こちらのパンケーキはどの衣装でしょうか？すごいふわふわなイメージがあります。はい、メレンガ美味しそう。さあ始まりましたよ。うわ、プルン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 、ふわふわですね。あ、ちょっとトロトロ。すごい優しく丁寧に美しい。ふうプルン。自分で家でパンケーキ作ると全く全然違う。ドイツパンケーキが硬くて薄くて味しないし。うわー、もう優しく、すごい。繰り返すときに何こだわってますか？潰れないように、やっぱりね、せっかくふわっとさせてるから。作る時の材料に何かこだわったりとかしてますか？米粉、小麦粉じゃなくて米粉を使ってる。あとお砂糖はきび糖を使ってる。それがまあ第二のこだわりですかね。日本の材料と日本の鉄板がいわゆるテーマですかね？うん、そうですね。一応浅草らしくちょっと和の感じのパンケーキに、まあ、挑戦はしてるわけですけど。店のコンセプトは下町の和カフェ、大人のパンケーキ。大人のパンケーキ。うわー、出てきました。おお、すごい。わー、すごい。もうはや雪だるまの感じで、大きくて白くてふわふわ。見た目のオノマトピアはプルプルです。プルプルしてます。すごくプルプルしてます。プル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 。じゃあ食べてみたいと思います。うわ、すごい、ふわふわふわ、すごい。うん、なんか優しい味だし、ふわふわだし、うん、本当に溶けますね。
もうペロッとその瞬間今いい子の目でもらいました。一応バターはあえて固くにしてくれてるのはそのバターとパンケーキのコラボレーションの味が出てきます。なのでいいところ取ってその上にちょっとだけバターを乗せてちょっとワイプクリームつけていただくと美味しいらしいですよ。って合ってますよね。よかったです。柔らかくてどこから取ればわかんない。これか、これだ。わはは、バターのせて、でちょっとホワイトクリームを足します。うわほほほ、いただきます。あー、うん、最高、最高です。コラボ合ってますね。うわー、もうこのバターの味がね、その優しく全部そのパンケーキも包んでくれるし、でもやっぱり溶けてるバターではなく硬いバターの方が歯ごたえがなんていうかちょっと変わるんで美味しいです。ナイス、ナイスです。うわー、 I love it! This is awesome! このパンケーキはプルプルふわふわなんですけど、英語にすると、まあ、Wobbling and Fluffy になります。ワボ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 、プル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 。でもなんか大人の味すごいわかります。なんかこの子供の時に楽しんだ、うお甘いって感じよりちょっと大人な感じで、若干塩味も入ってて、でも逆にその塩があって好きな方に甘いものかけるとまた新しい味が生まれてきます。楽しいです。楽しい、美味しい、わあ大人のパンケーキ最高。ごちそうさまでした。やっぱ味は塩も足してるんで、まあ、最後まで全部食べれます。そう、普通は甘々だけだったらやっぱり最後までもう大人だったら食べれないじゃないですか。けど優しく包まれてるプルプルパンケーキを最後まで食べれました。あー、ごちそうさまでした。うん、あー、幸せ。うん、ありがとうございました。ごちそうさまでした。どうもありがとうございます。美味しかったです。今ちょっと聞きたいのは、ご主人の好きなオノマトピアって何ですか？ニコニコですね。なんででしょう？パンケーキ食べたお客さんがニコニコってするから。ありがとうございます。私もニコニコになりました。はい。